ございます。ウイチのホロキボートピア編のお時間でございます。今日はなんと鳥取県にやってまいりました。鳥取空港から車ですぐですね、5分もかからないぐらいのところにあります、ボートピア鳥取さんでございます。今日も、ゲストをお招きして2人で戦いたいと思います。今回のゲストこちらです。どうぞ。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ジャーマイドット TV 新人ゼミメンバーのレンレンです。よろしくお願いします。何ヶ月か前に、パチンコパチスロー演者として頑張る、そう、ソロ修練場ありがとうございます。それに呼んでいただいた記憶があるんですが、はい、パチンコパチスロの演者も新人なのに、はいはい、なぜ呼ばれたのです？若い子にボートの楽しさを知っていただこうということで、私21歳なんですけども、全く知らない私がうちさんに教えていただこうみたいな企画でした。教えません。違います。ボートピアは、はい、そういう人の場所はないから。昔あった2チャンネルの牛丼屋のあれです。何ですか？女子供はすっこんでろ。まあそういう、あんまりわからない。あ、わかんないですよね。21歳だね。2チャンネルはもうわかんないですもんね。2チャンネル、はい、わからない。5チャンネルですもんね。それもわかんないですもんね。大丈夫です。大丈夫ですよ。すいません。ボートピアは、はい、いろんな城の船券が同時に買えるわけですね、はい、もう次の城の締め切りが来ちゃうから。そうですよね。見ててすごい思いました。ついていけるかなと思ってました。忙しいでしょ。僕はもうせっかくボートピアに来たら、はい、もう締め切りに追われながらどんどんやりたいタイプなので、はい、本当に申し訳ないんだけども、はい、勝手にやっていただけると、本当ですか？いやでも、そうですね。あの、なんか気になったら教えますけど。わかりました。では、ちょっとね、そうそうそう、あの、質問してくれていいんだけども、はい、あの、ごめん、ちょっと忙しいからっつってやってしまう可能性が大いにあるので。でも今日はその、儲けるためというか、そうじゃなくて、遊園地に来た気分で。それは間違いないです、はい。だから、どれぐらい高い遊園地になるのかっていうのは自分次第ですし、はい、確かに楽しい思いをしてお金が増える可能性もあるというのがいいところですから、はい、満喫して、満喫したいです、本当帰っていただきたいなと思います。わかりました。何が？だから焦るんじゃないって今言ったところだろ。焦るんじゃない。いつももうさっそ入っていくのに長いな。すいません、すいません。あ、だって最初ぐらいしか会話するとこないもん。あー、なんということでしょう。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。行ってきます。さあ、普段ボートピア鳥取にお越しの方にのみのお伝えになります。こちらでございますね。2022年のボートレースカレンダー、こちらにサインを添えたもの、表紙等12月に入ってるんですが、こちらのカレンダーをなんと先着10名の方にプレゼントして差し上げたいと思っております。BTS 鳥取にお越しの際にですね、最寄りのスタッフの方に放浪記見たんだけどとお声掛けいただいた方、先着10名の方にこちらの2022年ボートレースカレンダーサイン入りでプレゼントして差し上げますので、12月の24日ですね、ぜひ24日からスタートとなってますんで、ふるってお越しいただきたいなと思っております。先着10名の方です。お急ぎください。あ、でかっ。あちらどこ行くんですか？あ、もう決まってるの？あ、そう。ちょっと見ますね、はい、じゃあ。すみません、ちょっと拝見します。わあ、めちゃくちゃ大変そうですね。あれ？キャッシュレスのみなのか。白いの初めて見たから俺気づかなかった。へえ、あ、すみません、失礼しました。よろしくお願いいたします。向こうの券売機も白でした。あ、本当。はい。
また富士通やろあ、そうそうそう、今日からさ、江戸川がね、グレードレースを開催してるんですよ、はい、G2 江戸川武蔵杯、はい、そして徳山のモーニングが今やってます。私全部撮っちゃいました、先にごめんなさい。あ、素晴らしい。一番いいのは、はい、最初にプランを立てることなんですよ。やってるレース片っ端から買ってましたけど徳山と江戸川が初日だから、はい、まあ多分初めてやるぐらいだったら、はい、この芦屋と尼崎を中心にやった方がいいと思います。わかりました、ありがとうございます、はい、分かりやすいレースに絞った方がいいと思うよ、本当に。あ、本当ですか。まあ、とにかく焦らないことですね。あ、分かりました、うん、間に合うところだけゆっくり。はい、あと11時35分の尼崎を買おうと思っているんですけど、いいですか。あと10分。いやこれやるの。はい、ちょっと勝負で尼崎の3やるの。はい、とりあえず1号艇の柳瀬選手成績めっちゃ悪いからですね。あ、これでもいいかもよ、逆に。逆にですか、わかりやすいですか。いや、2か3か4だと思うけど。あ、安っ。ほら、もう234が 9.4 倍だもん。まあでも2か3か4が1着になりそうだから難しいと思うよ。2差し2差しの2差しボックスと尼崎のボックス買いました。234です。俺手出ねえわ、いきなり。これは6号艇池田7コース。どこですか。第3レース予選競争、1番2番3番ダッシュ4番5番6番スタートしました。インコース2コース両者、1号艇柳瀬2号艇小畑であります。1マークは1号艇柳瀬カンタが逃げていく、刺していくのは2号艇小畑みなり、鋭い攻め、間割る狭いところ。3号艇田中達彦ですが、内側からは4号艇篠田も上がって高枠4車が横並びとなっている。宮が飛び出してくるか、わずかに4号艇篠田優也がコース有利か。第3レーススタート正常です。1周にマーク、内側から4号艇篠田優也が先手を取る。握ったのは3号艇田中達彦、内をつく2号艇小畑みなり、ホームスリーがありますが、先手を取った4号艇篠田優也が単独先頭。423だったらいいんじゃねえか。2周目が小畑みなりですが、ここで2番手争い、2号艇3号艇ほとんど並んで、アウトから発生し、3号艇田中が優勝。33倍か43倍かどっちかだよ。とか4番3番2番です。しかも432でもう決まりそうだから。なお、お知らせいたします。43倍だぞいきなり1万円以上当たるよ。何それ、羨ましいんだけど。2号艇小畑みなり3番手、この両者は後半レースの臨みを作ります。4番3番2番後方は1号艇5号艇が続いています。まだまだ、このレース6号艇池田は出た。あ、決まったじゃん、的中。ありがとうございます。あの、的中しました。 43.2 倍で300円持ってるんでしょ。はい、300円です。あ、よかったです。1万3000円ぐらい。嬉しい。本当ですか、嬉しいです。すごいな、234っておっしゃってくださったんで当たってました。それがいや、でもすごいね。だって俺は信じきれないもん、自分が。自分も信じてくださいよ。間のどっかに1が挟まりそうな気がしてしょうがないから、はい、これはもうピュアな心が生んだ。いや、そうですね、ピュアに信じました。スーパーフナケンです。お上手。よかったです、ありがとうございます。こんな感じで、はい、いろいろじっくりやっていくといいね。これインミリでもすげえうまいんだよな。私でも4頭がいいです。杉山雅樹もやる男ですからねただこれ4がいったら岡村雅史のズドンも全然ある感じだから。てかね、めちゃくちゃメンバーいいな、これ桑島みすみ、長尾桑島みすみ。あ、桑島がシンペラにしてる。なぜ僕は富士通の券売機にこだわるかというと、ボートレース江戸川が富士通を使ってるんですよ。で、馴染みがあるからっていう、ただそれだけです。江戸川の4レース31、34、前、そして、三角さんが行った時の折り返しですね、43000を買いました。淀川の4レース G415 はちょっと分かんないです、買いました。芦屋の7レースは、はい、なかなかいいかも分かんないです。あ、本当ですか、うん、7レース
5番と6番の選手が、まあ、はい、6番はどうか分かんないけど、もう5が1人、はい、この人途中からじゃん。あ、本当ですね。だから、あの、人が足りなくなって追加できてる人で6着6着6着だから、まあこの人がいらなくなる、はいはい、そうするとこの中で考えればいいみたいな。アシアの7レース買いました。これボックスで買えばよかったのかな。悪いよね。あのレンレンちゃんに芦屋の7レース123の234で買えばそんなもんだと思うよって言っときながら、その後あの一番人気が6倍以上取り戻してるのを確認して自分で点数増やしてます。1、2差し、2差しです。なんか尼崎あんまり、あ、自信はあんまりないですけど買いました。今3個買ってます。尼崎の4レース。はい、買いました。あ、もう買ったんだ。はい。どっから買った？2からです。ああ、やっぱそうですよね。素晴らしい。ああ、よかったです。ありがとうございます。尼崎4レース2号艇の地元山本孝之選手がめちゃくちゃ調子がいいので2からです。で、6号艇に山崎さんがいるので、2前6と2六前という並びで買ってみました。さあ、カオスになってきたぞ、これ。江戸川が締め切られたな。江戸川じゃねえな。どこだ？尼崎か。さあ、芦屋が走る。なんか5がめっちゃいってる。やばい。やばい。あ、ちょっとやめてください。やばい。あ、3で飛んだ。OKOKOK。転覆した。向こう正面1号艇の武田がリード。スタートは前提正常でした。1、2、4で決まるなら大丈夫だけど、なんか6の1が超怖い。先頭は1号艇の武田義行が1周2マーク。トップで折り返して。あ、4になるな、これはな。あ、やられた。終わった。1、2、6だよ。ちょっと失敗でしたね。そうですね。あ、これもう転覆出ちゃったから変わらないんで。わかりました。じゃあこれは外れた。芦屋の7、これが熱いんだよ。2画面左目で江戸川を見ながら右目で尼崎を見る。最高じゃないですか。エアロミスミの飛び出しだよ。俺の桑島がね、シンペラになってたからね。2号艇の桑島選手大好きなんですけど、ちょっとシンペラだしどうなんだっていうところでね。いやー、行ってない。あ、でも三角さん伸びてる伸びてる伸びてる。そう苦しいって苦しいって。ちょっと待って、私ヨドバード来ちゃう。どれ6、いや、3、5。ちょっと待って、私尼崎を見よう。5か。今が5。尼崎なんで山本高いか、あんなことない。あれ、江戸川どうして3人になってんの。マジわけわかんない、わけわかんない。もうどっち見ていいかわかんないけど、江戸川当たりそうなんだけど。江戸川当たりそう。え、尼崎は。尼崎はちょっと何今がわかんないし、21だ。じゃあ勝ってます。4ゴールだから23だよ。あれか。おい、まさき、まさき何やってんだよ。うわー、そうか。いやー、21にしようか悩んだんだよね、尼崎ね。移動は当たったよ。おめでとうございます。3、4、2。8万8800円。それは朝から1000円。すごい。あー、213か。21456やったんで無理でした。惜しかった。でも、いやー、また悔しいな。悔しいですね。私も悔しい。21にしようか悩んだんだよね。6号艇にね、強い選手がいたの。
はいはい、だから2は勝つだろうけど、あ6が2着か3着には来るだろうっていう買い方をしちゃった、はい、惜しいでしょ。いいじゃん。それはさ、もうあと300円足しとこうよ。いやですよね。なんでこう、なんでバカなことしたんだろう。次ちょっとこういう後悔ないように買います。ほら今聞こえてくる、はい、パチスローモンキーターンの、あ、この音楽ですか。私モンキーターン売ったことないですよ。私モンキーターンがボートレースっていうのが初めて知りました。なんかレースしてるなっていうのあったんですけど、車やと思ってた。なるほどなるほど。おまがさき見えるぞ。もう買ったの。あ、江戸川です。今すごい早いね。買ってきます。最近の若い子は早いね。あと、さっき買い忘れてたやつ買いました。なんでこうです。江戸川すっげー縁起いいよね。最初の当たりがこれってめっちゃ縁起いいよ。森貞選手がどこまで入れるかっていうのはありますけどね。山下さんの逃げからで、かなり硬いところで決着するというところ。5号艇の森貞選手が2着に来るかなと思ったんですけれども、内側そんなに調子悪くない人が多いので、尼崎の第5レース買いました。なんか分かりやすいとおっしゃっていたので。江戸川だけは独特の場なので、はい、波があったり流れがあったり、はい、だから江戸川を上手な人が全国で強い人よりも江戸川が上手な人が勝つみたいな考え方の方がちょっといい。おお、教わりました。ありがとうございます。学びました。はい、江戸川の5レース、12前14前1000円、そして4号艇の鶴本選手が行く41前を1000円。まあ金子はじめちゃんの陰線なので逃げてくれるだろうと思っております。行きたいな、どうしよう、あと2分ちょっと待ってください。行け行け、芦屋でももうあと、もう締め切りぐらい、やばいですね。芦屋8レース41前買います。すごいね、なんか恐怖感なく行くね。恐怖感、そうですね、もう今日はあの例えばヤニバに行った時に普通やったら200円で売ってるものが1000円で売ってるじゃないですか。でも買うじゃないですか。でも買うじゃないですか。買うね。でもあの今日はでもその感じなんだ。あ、そんな感じです。詰められてんね、1個1327なの。あれちょっと聞いてないけど、まあ大丈夫です。対応可能な船券となっております。山下さんが逃げてくれれば対応可能な船券となっておりますが、おお、ちょっと対応しております。対応しております。ここは踏ん張って1号艇山下和彦先頭、2号艇岸影明が立て直しての2番手、内側から3号艇高山石さん、5号艇森貞浩二が上がってくる。第5レース、あの後は打ちすぎるから潰れると思うんだけど、握っていった2号艇岸上明が混戦抜けて、ここは終面で単独2番手取り揃えてございます。125です。125です。持ってんの。はい、ああ、さすがすごいな。まあ125でしょうね。逆転あって152になるとちょっと僕はショッキングなんですけど、すごいね、ちゃんとしっかりしてるね。後半レースを前に乗るちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、何が起こってる。ほらほらほら、やめろやめろ、もう嫌な予感しかしない、嫌な予感しかしない。頼む、やられた。え、これ1号2ですか。じゃあ伝統芸あ、でも 9.4 倍か、まだ見せますね。でも当たりました、当たりました
すいません、いちさん当たりました。しかも今俺の画面でオッズ確認してたよ。すいません、あーでも 9.4 かあ、でも 9.4 倍かまだ。ダイナミックすぎるぞお前。すいません、あーでも 9.4 か。人が外れたってのた打ち回ってる人の画面で、ごめんなさい、ホステルめっちゃ失礼だった。すいません、すみません。あーでも 9.7 まで上がってたじゃん、よかった。何ですか、やった。 9.7 で300円。うわ、1、2、3、5、2、3、5で行ったんだ。はい、行きました。まあ、確かに4号艇がねちょっと人気なさそうなとこでしたから。いやー、レンレンが上手だわ。とんでもないです。3対3、当たりました。 2個当たってます。4番、5番、6番、7番、次江戸川です。1秒前スタートしました。昼時戦の第8レース、3番4番が出ていきます。さあ1幕の攻防戦、イン先迷った1号艇の清水浩二、マクル4号艇の長野宗志郎、マクリ出して3号艇の山本健二、向こう正面4号艇の長野宗志郎、スタートは前提正常でした。4号艇の長野宗志郎、内側から足が41になりそうじゃん。41持ってるんでしょ。3番5番で2マーク握って回る4号艇の長野宗志郎。いやいやいや、41だって。1号艇の清水浩二を紹介しています。あ、待って、14になっちゃうかも。それだけはやめてくれ。この2人、レースは2周目です。あー、いけ、頑張れ。3番では3号艇の山本が続いています。うわー、握った。うわー、いけ。4号艇の長野大使、めっちゃいい勝負、めっちゃいい勝負。向こう正面も先頭争い続いた状態。めっちゃいい勝負。内側1号艇清水浩二、ちょっとアンカー4号艇の長野宗志郎、この2人が並走のまま2周の2幕です。1号艇の清水浩二が回って、今度は差しを狙って4号艇長野宗志郎、トップ争いここで1号艇の清水のリード。4号艇、うわマジか。さあ江戸川が始まる。江戸川に切り替えます。もスルモちゃん行かない。3艇揃って好スタート。2コース2号艇権藤がトップスタートを切っています。はじめちゃんがレースは1マークです。3コースから3号艇小林、キャッシュを狙って4号艇3、4だ。6号艇新井、アウトコースに2号艇権藤、5号艇吉川、バックストレッチです。先頭は3号艇小林、2番手4号艇鶴本、いやー小林さんのまくりはちょっと想定できんわ。2番トップで3号艇小林旋回、2番手は2号艇今度打つを狙って、今日は3のまくりからの展開があるんだな。江戸川は最後は5号艇吉川です。そうそう、あの流れと風があるから、なんか3コースが今日は強いみたいのが他の上よりもなんか通用する感じはある。あと途中で流れが変わるのね。ああ、波でね。川なのに、河口が近いから、はいはい、潮の満ち引きで、本来はこう常にこう、はい、1マーク側が上流だからこう流れるはずなのに、潮が満ちてくるとそれが逆に変わるのね。そうなんですか。それは。でそれがまあ出走表とかにこう書いてあったりするんだけど、はいはいはい、今のところですと僕は投資が44,000円使ってます。前半投資44,000円、投資が44本、回収が 88.8 ということで44,800円のプラス、6,970円のプラスです。素晴らしい、6,970円プラス、ありがとうございます。もうちょっと、はい、当たりじゃん。